プーさんの2日目の朝、今何時かな、6時過ぎ。今日も天気が良さそう。ホテルのバルコニーからあっちには日本海かな、見えます。今日も、岡山で言うたら、岡山コンベックス、大阪で言うたらインデックス大阪、関東で言うは幕張メッセ、あと東京のやつ名前忘れた、みたいな、ベックスコっていう見本市場みたいなのがあって、そこでちょっとイベントがあるんで、この後8時集合です。じゃあ今日も楽しもう。韓国は明らかに日本より車優先したかい。バイバイ。バイバイ。アプリを見てるの？あ、車来るぞ。先行かそう。怖い。多分これ。今お姉ちゃん出てきたところ。センタムプレミアホテルよ。本日のミッション、こんな世界もあるんですね、皆さん。時間がないのでコンビニ昼ご飯、このおにぎりめっちゃ辛い。さすが韓国、けど美味しい。
ただいま釜山ソミョンの12時半渡辺健吾の焼肉屋にこのオズポケ2、3を忘れて酔っ払いでございました。冷やしにしながら取りに行ったら置いてくれてました。これでまた調子に乗れ。おやすみなさい。はい、もうあかんですよ絶対。おやすみ。撮るから後で見たら恥かく。おやすみ。韓国釜山最終日、ここは多分一番繁華街の日本漢字で書いたら東西南北の西と書いて、あとつらつらの目ソミョン。とりあえずちょっと繁華街の方へ行ってブラブラしようと思います。あれかな、ロッテ百貨店。韓国は釜山、とにかく道路の向こうに渡るのが難儀。横断歩道が圧倒的に少ない。でこういう繁華街ではいちいち地下に潜らせて道路を渡らせる。ロッテ百貨店、バブリーな作り。いや、それ百貨店でやるのできるんだけど、上上がる前は。マルソマにしよう。なんとも。定番を でもこれ韓国にしたら値段高くねた。混ぜそばで9800ウォン言うた。いや高くはね、普通だと思う。でも今までの飲食の感覚で、高い。いや今までの飲食の感覚で言うたらやっぱり高いと思う。だからちょっと高級感。グリーンだよな。1000って絶対高いのかよな。釜山。キンキンに冷えてる。最高。昨日は意外と強いんやなと思った。いや、あれマジで無釜山最後の ずっと飲んどったら絶対ご飯いたらなくない？ん今日のビールこれ最後マジで買う。美味しいよ。でも、もうすぐボトックスに向かうしに行く。でも、無料やもん。テラー、テラー、テラー。
テラ。ガモラさんに。はい。ズームまで来たけど。飲んでいいよ。飲んでいいよ。飲んでガモラさん。あ、ステンレス箸じゃない。ちょっとやっぱあれ違うじゃない、これ。あ、なんか内装とかもちゃんと、あと日本慣れちゃう、混ぜそばとかはないか。違う。でもこの店の名前は日本語や。ミドーズ。いただきます。ピー、漬物も食べよう。絶対うめえじゃん。え、うどんやん。うどんやん。そばと言いながら、あるある、そういうの海外ある。これ、梨じゃない。うま。食べる。お味噌汁でしょ。ええよ。まあ、そば食べましょう。え、チーズも食べた。ええ、それでも大事。混ぜそばというメニューなのに、うどん。海外は。思いっきりうどん。おいしい。おいしい。味噌汁がよく効いてる。昨日あのメガネの兄ちゃん、シャイやったの。焼肉の美味しい。何だろ、ちょっとお前辛いん違う。そうない。頼んだらええやん。スーさん堪能した？堪能しました。ほんまイチゴとマスカット、これからホテルに預けてる荷物取りに帰って Uber 呼んで空港帰ろう。帰ります。空港帰ろう。釜山って大体韓国車が多くて、屋根ある、屋根ある、やっぱ韓国車が多くて日本車はほぼほぼ走ってない。たまにレクサスと何、あのアルファードは1台だけ見た。で、いわゆるここでいう外車で多いのはメルセデスベンツと BMW で、たまにポルシェかな。プリウス1台も見てないよな感じです。空が綺麗。あ、これあれ駅や。あ、駅や、ソーセージ屋か。え？この近くさ。高速ってさ。
金目空港到着。いただきます。まだ出てない。あ、まだ出てる。タクシー。セルフチェック。金庫。飛行機乗る前にハイネケンバーで。チップス食べたい。Cheers.